はい、トレジャークルーズ俺やめるかもしれないっていう下準備ね。あと石1個で10連引けるんですよ。俺これでいいの出なかったら俺はちょっと引退はしない。引退すると戻ってきながらも、あ、もう毎日開くことはなくなる。ログイン勢になる。なんでか、さすがにエースきつい。でもなんかモチベが上がらなすぎる。さすがにね。なんかもうみんな俺も思ってたんだよ。なんでさ、みんなトリクルやめんのかなって思ってたら分かった。単純になんかね、限界が来たんですよ。なんでだろうっていうのが今なんですよね。うん。単純にもうなんかループなんだよ。面白くないんだよね。ループだから。面白くない。はっきり言います。やることがないし、最近もちょっとね、ゲームイズの書き込み見たらね、で、なんかもうトレジャークルーズ終わりだなって言って、そういうイベント でしか使えないようなキャラを出すようになったら、これってもうゲームが終わる予兆じゃないとか言ってゲームイズに書いてて、本当そうなんですよ。あの、今まで出てきたやつっていうのは確かに弱いけども、そこまで弱くないんですよ。うん、でも今回のね、船長サッチ黒ひげ、あの船長になった時の攻撃倍率が低すぎる。それも限定的。うん、地属性の攻撃力を 1.75 倍で体力 1.5 倍でしょ。使わないでしょそんなん。俺だってそれでさ、それでやっぱ周回して高いポイントを作っていきたいのに、なんだろうなって俺は思っちゃうよね。まあ言い訳だけど、まあでも俺はもうやんないな。ここでね、あのなんかフランキーとか出ないのであれば、これはやらない。もうやらない。うん。でここでね、いやもう未来の大物 YouTuber はじまさん、それだけはってなってくれるのか。ああ、俺はあのシャーロットリンリンじゃない、まあね、ビッグマウじゃないから、猿物出てけっていうのなのかっていうのはこのガチャの結果でわかるよね。うん。あ、ちょっと待って、まあ、いいや。でもね、本当になんかもうクソゲーだよな。なんかもうね、いやでもぶっちゃけね、なんで辞める理由っていうのは簡単なんですよ。あのね、正月のね、トレジャーマップが楽すぎた。あれ楽すぎない？みんな。あんな楽ちんなゲームないよ、この世に。さすがにあれを経験しちゃうとね、正月だからって言ってスゴフェスを引くわけじゃないですか。だからみんな石貯めてきてるわけですよ。それなのに、あれはひどいなぁ。まあ、欲しい、なんか当たって、なんかどれが欲しいわけじゃないけど、なんかいいキャラ来たら俺は続けるよ。うん、いや、そんなんでお前上から目線なんだよって思ってるから。でもね、もうきついわ。ゲームが娯楽じゃなくなった瞬間ってね、俺みんな何言ってんだって思った。最初は俺ね、そのトレクルやめてった人見て分かった。それも俺全然やり込めるのに、これってもうなんか、まあ課金できるようになったらまた始めるかな。俺が YouTube なりなんなりで一人で稼げるようになったらまた俺トレクルやります。まあ多分その頃にはね、あのサービス終了してますけどね。もうすぐで終わっちゃうらしいけどね。4周年と同時にビッグマムとかを出して最後に課金させて終わるみたいなじゃないかとは言われてるけど、なんかもうやる気出ないよな。もうモチベが上がらなすぎるんだよな。ゲームだってまあまあ確かに今スプラトゥーンやってるからもあるけどね。だってスプラトゥーンの方が面白いんだもん。なんかきついよね。もう単調すぎる作業が。作業じゃないからゲームはな。だからソシャゲってそこだからな。きついよ本当にね。楽しいけどなんか最近なんか新しいキャラ全然使わないんだもんな。そのミホーク並みの強さのやつをずっと出してくれれば俺も使うけど、癖が強いんだよな。癖が強いのに全然強くなかったり、みんなが周回してなくて、あのいなかったりするんだよ。ちょっと俺はもうトレジャーマッパーもきついな。だから K さんとかはすごいいいやり方してるんだよね。自分の好きな時にやる。俺もそうするわ。うん。ちょっとね。
あもう俺マジできつい、あれはもうきついね、もうきつすぎる本当に。ちょっとドキドキするわ。俺のトレクルがこれから始まるのか終わるのかはこれによって決まるから意外にドキドキするんですよね。これで俺の人生決まりはしないけど、そのなんかこれから俺トレジャークルーズを没頭していくのかしないのかがこれで決まりますから、意外に今準備なんで、準備整ったらこのね動画切ります。あごめんね、あのダラダラやるだけなんで、何に謝ってんのか分かんないけど、マジで俺もトレジャークルーズにはもう限界が来てると。もう作業のゲームほどつまらないものってないじゃん。そろそろ俺もなんかきついな、うん、きついよ、きついね。あーなんか神経線もなんかね。でも何が苦しいか、トレジャーマップのために石貯めて決戦をしない時が一番きついわマジで。あれは本当にきつい。あの黙ってあのスキル間にできるものを見過ごしている。うん、なんか愚痴だよな。もうでもな、さすがにもう俺はもうすぐやめるかな。いやでもこれでいい結果とかフランキーなりいいのがスゴフェスがね限定が出れば俺はもうね心置きなくやれますけど、多分ね俺ねこういうなんだろうなゴミフェスで俺勝ったことないんですよ。まあ、ゴミフェスって確率が上がらないフェスのことね。勝ったことないからな、俺ずっと負けっぱなしなんですよ。正月しか俺勝ってないんですよ。正月だけなんだよな勝ってるのは。まあ、勝つ負けとかなんか基準難しいけど、トレジャークルーズはこれからもログイン勢として楽しんでいきたいけど、うーん、俺もそろそろ限界だわな、なんかね、って感じ。キャラ絵はいいけどそろそろきついですね。もう俺まだ全然やりごたえとかやることいっぱいあるけどなんかもう嫌だわ。
やまあ絶対いいのは出ないと思います。やっぱトレジャークルーズは本当にねいいのは出ないと思う、うん、こんなやつばっか出る。まあまあでもねちょっと望み1ミリの望みにかけて、よし、やっぱ今まずスプラトゥーンの面白さにはまりそうになってるからね。スプラトゥーン楽しいからな。よし、準備できた。ありがとうございました。